はい、皆さんこんにちは。あまりね、来ない駅のビッグカメラにね、来ております。で、まあやはりね、店頭をチェックをね、すると、いろんなね、気づきがありますよね。で、今日ね、店頭を見てて面白いなと思って購入してきたのはこちらでございます。はい、こちらね、ケーブルコネクタキャップといってですね、まあこのライトニングの先っぽのね、端子を汚れから守るということで、で、これまあなんといってもね、デザインがちょっとね、面白いので購入してみましたけどもね、こちらね、エレコムさんが特許出願中の製品みたいですけどね、まあ新製品ではないんですが、私ね、知らなかったんですね。結構面白いじゃないですか。で、こちらね、エレコムさん、かなり最近は面白かわいいのにね、力入れてます。で、お値段608円です。今日はね、こちらをね、チェックしていきたいと思ってまーす。はい、それではね、こちらパッケージですけどね、こんな感じでね、まあこれね、主な特徴はね、まあどんなね、ライトニングケーブルにも合うという感じでね、まあ一応サイズの制約はありますが、まあ丸いもの、フラットなもの、両方にね、対応しているみたいでですね、まあそれで、この先っぽに貼るシールがね、4種類ついてるっていうのもね、まあちょっと気の利いた感じでね、なんか嬉しいなと思いましたけども、でね、こういう感じのね、ものですけども、で、先っぽにね、つけるものといえば、ケーブルバイトがね、有名だと思います。で、まあ、ケーブルバイトはどちらかというと、根元のね、強化っていうのが、まあ、目的のものですけども、ただね、これ、純正のね、この、細い方のライトニングケーブルしか、まあ、対応してないんですけどね。まあ、この製品はね、いろんなサイズに対応しているっていうところが特徴でしょうかね。じゃあ、ちょっとね、開けてみましょうかね。はい、こちらでございますが、まあエレクマさんっぽいね、包装ですけどね。まあ開けにくいってことはないですね。はい、こちらでございます。そう、出てまいりました。まあこれね、シリコン製って書いてましたけどね。で、これ中身は、これ見ると、そう、こんな感じでね、シールが4種類と、そう。でまあ一応あと取説みたいなね、装着方法っていうのありますけども、まあ、ざっとこんな感じとなっています。まあ、確かにね、これ先っぽ、このシルクハットと蝶ネクタイというね、感じでね、これね、赤いところがね、もう閉じた状態で入ってきてますけどね。で、シール、こちらこんな感じですね。これがね、なんか最近ほら、電源アダプターなんかにもね、この左上の顔なんかがね、ついている。まあそんな感じのものがエレコムさん出ていますけどね。4種類。ヒゲとメガネが2種類みたいなね。そんなあれで。そう。で、この先っぽが、これ今、入荷状態ではね、こう、閉じてるんでね。そう。よく見るとね、構造がやっと分かってきたんですけどね。結局ね、この、蝶ネクタイが穴にこうね、入って止めるというね、感じで。だから、これをね、外しちゃえばね、いいんですね、これね。そう、こうなってるのね。だから、まあちょっとつけやすいかどうかはね、ちょっと微妙にやってみないとわかんないですけど、ちょっとね、細かい作業にはなりますよね、これね。そう、こんな感じですね。だから、これをぐるっと巻きつけてつけると。そんなような感じでね。まあこれね、すごいですよね、シリコンの三色モールド。うん、まあこれ手間かかる製品だと思うんですけどね、608円ということで、でこれつけていきましょうか。はい、こちら純正のね、ライトニング付属のやつですけどね。でこちら、はい、ケーブルバイト外してね、つけてみますね。そう、このサイズだったらまあつかないわけはないんでね、つけてきますけど、そう、この根元のここのところにこうやって巻きつける感じなんでしょうね、これね。そう、どうやるのがいいのかな。これ意外にね、これやっぱり初めてなんでね、これ完全に初めての映像ですから、ちょっとね、やっぱり手こずる感はあります、正直言って。あ、ただね、こうやってこの蝶ネクタイの一部がこう入ってしまえばね、もうここ掴んじゃえば問題なくピッとね、
こう入る感じですよね。うん、これ慣れちゃえばまあそんなに問題ないかもしれない。まあそれに何度も付け替えるもんでもないでしょうしね、これね。で、これね、頭がこういう感じ。そうそうそう。まだちょっとね、これのっぺらぼうだから。まあ確かにね、ライトニングって汚れてんですよね、見るとね。で、こういう感じでのっぺらぼうですけどね。ちゃんとちょっとシールもね、貼ってみましょうかね。で、一応ね、どれを選ぼうか。まあ一応ヒゲ親父とか名乗ってますからヒゲをねちょっとつけてみましょうかね。なんかこういうちょっとなんて言うんでしょう、シルクハットに合った感じのデザインなんでね、意外にこれセンスいいなと思って見てたんですけど、そう、じゃあヒゲを貼ってみますね。これここにペタッとね、こうまあ1行目はまあそんな難しくないですね、これね。うん、おお、ついたついた。幅もね、少し細いぐらいになってて、これね、遊びがある感じでいいですね。で、これ、ペタッと貼って、おー、できました。で、帽子の方ね、かぶせてみましょうかね。はい、こんな感じで完成でございます。うん、なんかちょっと面白いな、これ。こういうのってちょっとシュールっていうか、いいですね、なんかね。結構私好きです、こういうやつは。うん、完成度高いんじゃないかな、これ。うん、すごいな。はい、それでまあ、太いケーブルもね、付けられるということで、で、こちら、取説によるとね、4.3 ミリまで OK。で、フラットは 2.1×5.7 ミリまで OK ということでね、まあ、この範囲であれば、純正ケーブルでなくてもね、付くわけですよね。まあ、なのでね、USB-C のね、まあ、こっち純正ですけど、太いやつがね、あるんで、ちょっと試してみましょうかね。そう、こちら。こちらね、結構ね、USB-C のね、純正ケーブルはね、意外と太いんですよね。なんで、ちょっとノギスで測ってみようと思いますけども。そう、だいたいこれそう、3.4mm ぐらいですね、これね。なので、まあ一応範疇の中なんでね。これ多分つくと思うんですけどね。なので、こちら、ライトニング、USB-A タイプの方からね、外して、ちょっとつけ直してみましょうかね。で、外すのもね、意外に大変ではなかったですね。こうピッとね、つまめば外せちゃうんでね。そう。で、こっちの太い方、USB タイプ C ですけどね。で、これもね、どうでしょうね。こうやって。まあ、やっぱりね、細かい作業なんでね。まあ、多分、初めて、これ2回目ですからね、完全に。まあ、まだ慣れてない。けど、まあ、こうやって、意外とね、スッと入っちゃうんですよね。まあ、これ、蝶ネクタイを穴に通すだけということでね。まあ、このタイプ C もね、太いけど、ちゃんとね、つきますよね。で、お次、フラットタイプがね、どうかなというところでね、これ幅 5.7 までなら OK なんで、で、これ見るともうね、4.9 ぐらいですから、これね、大丈夫ですね。で、厚みも大丈夫っぽいので、こちらね、ちょっとつけてみますね。で、まあ、フラットタイプは、これ、つけ心地どうなんでしょうね。まあ、ちょっとね、やり始めてみて思ったのは、やっぱね、この幅があるんでね、なんとなく、この通すのにね、ちょっとね、手こずってね、これやっぱね、一発でいかなかったんですよね。そう、こういう感じでね、結構ね、ぐーっと引っ張んなきゃいけないんでね、これでなんとかいけるかな、ダメですね、やっぱり。ちょっとね、フラットタイプ、若干つけにくいです。まあ、これもコツをつかめばって話なんでしょうけど、これね、あ、やっと通りましたよね、これね。なのでね、まあやっぱりね、純正の一番細いやつがね、まあ、まあ当たり前ですけどね、つけやすいですね。これもね、意外にこの掴んでからがね、難航したっていうね、どこで。そう、ざっとね、こんなところでございますね。そう。で、まあこっちはシールちょっと貼っときましょうかね。なんかちょっと金色だし、この片メガネの、これなんかどうでしょうね。なんか紳士みたいな感じですけど、そう、ペタッと貼って、はい、こういう感じでね、
で、これ、まあ、若干ねじれはありますが、腕がね、左側っていうのもね、可能なんですよね。はい、ということでね、今日はこちらのケーブルコネクトキャップエレコムをね、試してみましたけどね。まあ、やっぱね、なかなかこれ発想としても面白いですよね。まあ、こんな、ライトニングのね、先っぽにシルクハットをかぶったおじさんがいるなんてね。まあ、ただね、根元をね、守るっていう意味ではケーブルバイトの方がおそらく強いんじゃないかとはね、思うんですよね。いやー、結構ね、これ、なんか気に入ってしまいました。なんか毎日の生活に潤いを与えてくれそうなね、感じがしますけどね。うん。これ、なんかオープニングにも使えるのかな、皆さんこんにちは、みたいななんかね。で、こちらですね、Amazon でも売ってるようなので、皆さんね、チェックしてみてくださいませ。まあ、こういうね、なんかくだらないけど面白いっていうのは私は結構好きです。それではまた。この動画が面白いなと思ってくださった方は、いいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。